ただいま霞ヶ浦総合公園風車前広場を中心にイルミネーションが開催されています。ぜひこの機会に足を運んでみてください。マイシティ土浦は土浦市からのお知らせやイベントなど身近な話題をお届けする情報番組です。それでは初めにフラッシュニュースのコーナーです。今週は令和元年度周期点検の模様をお送りします。土浦市消防本部と土浦市消防団の周期点検が11月17日土浦市消防本部で行われました。火災が多発する冬の時期を前に人員、姿勢、服装及び冷式の点検を行い、消防活動が有効かつ円滑に運営されることを目的としています。出場したのは消防署員、消防団員のほか、消防ポンプ車、特殊消防車、下半ポンプ積載車、救急車です。第2方面隊出場人55名車両なら点検願います。了解。第4方面隊点検を終了します。了解。開式の言葉、斉藤副団長、お願いいたします。令和元年度周期点検順次公表を予行いたします。あなたは多年にわたり災害の防除及び消防力の強化に尽力し、その功績は誠に顕著であり他のご範であります。よってここに功労賞を贈り表彰します。令和元年度の周期点検が実施できましたことに対しまして厚くお礼を申し上げたいと思います。消防職員団員の皆様には火災をはじめとする各種災害から市民の生命と財産を守るために日夜職務に精励をされており、信心なる敬意と感謝を申し上げる次第であります。皆様方には泥の訓練で使われました。火災への備えを再確認する大切な点検です。続いては土フォトのコーナーです。すっかりおなじみとなった土浦市のイメージキャラクター土丸。この土丸を土浦市内はもちろん全国各地に連れ出して写真を撮って送ってください。土丸オフィシャルフェイスブックに掲載したり番組でも紹介したりします。今回の写真はこちら、大輔さんからの土フォトです。今回は土浦市の桜川で撮影したそうです。桜川の桜並木で白い彼岸花を見つけました。紅白で咲いて珍しいので撮影。アゲハチョウも蜜を吸いに飛んできましたが、土丸とのツーショット写真は撮れませんでした。というコメントをいただきました。大輔さん、投稿ありがとうございます。応募方法など詳しくは番組の後半にお知らせします。続いては、お知らせマイシティのコーナーです。今週は霞ヶ浦マラソン2020エントリー開始、霞ヶ浦ウォーキング、霞ヶ浦マラソン感想教室、本の通帳サービス対象者拡大のお知らせです。はじめに霞ヶ浦マラソン兼
国際ブラインドマラソン2020のお知らせです。開催日は令和2年4月19日日曜日、種目はフルマラソン10マイル5キロの部です。お申し込みは茨城県民先行エントリーが12月1日日曜日午後5時まで、一般および国際ブラインドマラソンのエントリーは12月4日水曜日午前10時から令和2年1月10日金曜日の午後5時までです。参加費、定員などはご覧の通りです。ご覧の大会公式ホームページ専用エントリー、ローソン、ミニストップ店頭ロッピー、霞ヶ浦マラソンエントリーセンターでお申し込みください。エントリーはすべて先着順で、定員になり次第終了となります。同時開催の霞ヶ浦ウォーキングの参加者も受付を開始します。定員は先着順で500人、参加費は3500円となります。お申し込みは霞ヶ浦マラソン大会事務局に直接、または霞ヶ浦マラソンと同様にお願いします。なお12月4日水曜日の午前9時から午後4時まで、新張地区公民館に臨時窓口を設置します。詳しくは大会事務局までお問い合わせください。次は霞ヶ浦マラソン完走教室のお知らせです。日時は1月18日土曜日ほか、ご覧の全5回です。場所は川口運動公園ほかで行います。参加費は4000円です。お申し込みは土浦市陸上競技協会事務局までお願いします。最後は本の通帳サービス対象者拡大のお知らせです。本の通帳サービスとは、図書館で借りた本の履歴を図書館専用の本の通帳に記録することができるサービスです。12月1日日曜日から、市内在住在学の18歳以下の方へと利用できる対象者が拡大されます。本の通帳の配布や記帳場所は図書館2階の自動カウンターとなります。この機会に読書記録としてぜひご利用ください。詳しくは市立図書館までお問い合わせください。毎週土丸の写真を紹介するコーナー、土フォト。今回紹介した写真はこちらの1枚。それでは応募方法をご紹介しましょう。土丸グッズと一緒にお気に入りの場所で撮影した写真をメールで送ってください。その際、撮影した場所、一言コメント、お名前も忘れずに記載してください。なお、お名前はイニシャルやペンネームでも OK です。ただし内容によっては掲載および放送できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。皆さんのご応募お待ちしています。続いては土丸を探せです。どこにいるかわかりますか？答えはこちら。
次はウォッチング土浦です。今週は土浦市グラウンドゴルフ大会の模様をお送りします。10月31日霞ヶ浦総合公園多目的広場で第27回土浦市グラウンドゴルフ大会が開かれました。ボケ防止と健康維持のためルールを守り楽しく仲良く元気よくプレーすることを誓います。この競技はゲートボールと違い個人競技のため誰もが気軽に取り組めるということで多くの愛好者がいます。健康づくりと仲間づくりの両面で役立つグラウンドゴルフは高齢者を中心に多くの方に親しまれています。調子はね、自分なりにはまあまあですけどやっぱりパワープレーでした。ホールインワンを3つぐらい出して優勝を狙いたいです。いくつになっても、気軽に取り組めるっていうことですね、ちょっと今日は下がまたぬかるみでちょっと難しいコースです。年取っても頑張ってやれる楽しいゴルフだと思いますよ。献血ご協力のお願いです。12月はご覧の会場で献血が実施されます。献血は愛のアクション。わずか40分の献血で救われる命があります。皆さんぜひご協力ください。マイシティ土浦では暮らしやお出かけに役立つ情報を皆さんにお伝えしていきますので、これからもぜひご覧ください。今週は市民アナウンサー相島がお送りしました。Be the